ように形が作れると思います。でも今回の革ほんと良かったな。なんか F オレンジなんで。おはようございます、そうです。今回のですけれども、愛知県は一宮市というんですかね、ちょっと読み方あんまり知らないですけど、からグローブが届きまして、どんなグローブかというと、まあ、この箱に出てるやんか、これです。このグローブ一応軟式らしいんですけど、まあね、ここに大太郎、桜太郎と書いて大太郎と、これも一応見せていいですっていうことだったんで、ちょっとね、まあ、がっつり入ってるんでちょっとお見せしようかなというふうに思います。で、玉はみの黒で、今回面白いなと思ったのがこのね、色なんですけど、これ赤かエフオレンジか微妙にわからないんですよね。で、赤かなと思っても、多分 F オレンジではなくて赤なんですけど、赤ってこんなに薄くないはずなんですよね。 F オレンジってこういう色なんですけどね。あ、赤ってもっと赤いんだけどなっていう、ちょっとあの不思議な色の、グローブです。というかすげえかっこいいですね。そういう意味で言うとあんま見たことない色だなっていうのがあって、まあ軟式だからギリギリね、玉はみ黒いいかなと思うんですけど、これ高校でやったら絶対ダメですからね。あのアウトになる可能性があるんで、するのであれば、切りはみの白か本体同色の玉はみ、例えばこれでしたら、まあ、F オレンジの玉はみとかがいいんですかね、だったら、まあ、ルール的には OK なんですけど、その違う色の玉はみを使うっていうのは結構あのアウト寄りです、でもまあ軟式だったらねギリギリ OK っていう場合もあるんですけど、このグローブを片付けてほしいということなんですが、どうやら、要望が書いてあって、ちょっとそれあのこのカメラだとこの角度だと見にくいんで一緒に見ていきましょう。ちなみにこれね、型番はね、なんだろうな、おそらく MS だな、 MS っぽい、このなんか、MS ね、まあ、1でも2でもいいけど、まあ2とかかな、だと思います。ちょっとね、要望があるので、この紙を一緒に皆さんに、このカメラからね伝わるかどうかわかんないですけど、これがね赤なのか F オレンジなのか絶妙な色バランスなんですよね。赤が若干色落ちて F オレンジっぽくなった風合いが出てるんですよ。で、一応 SF1 で少し加工されたんですけど、それにしてもこの元の色がいいなっていう風にあの僕は感じました。で要望ですが、こういう風に書いてあります。で、これどういう風に役に立ったかというとですね、ポジション、ショート、セカンド、仕上がりやや固め、補給面になるべくシワができないようにお願いします。中です、これ何でしょうね、中って、中ですって、あの中学生のことですかね。いやな、中ですって書いてあるんです。柔らかさね、あのなるべくシワができないようにお願いします、中ですって書いてあるんですけど、これは柔らかさが真ん中なのか、いやこれ中学生っていう意味でしょうね多分、やや仕上がりはやや固めだから、まあ中学生ですね。でオイル加工をお願いしますということで、その辺もねしっかりやっていこうかなと思います。で、僕の手の大きさですし小さい方だと思いますと、この手の大きさに合ったポケット位置をお任せでお願いしますというところでございますが、これね手の大きさは多分俺と同じぐらいなんですよね、下手したらね、下手したらね俺の方が小さいかもしれない。まあ大体23の手袋とか履くんですけど、大体 S サイズの手袋のこうなんですよね。で、こういう場合、分かりにくい場合は、別にこう書いてもらってもいいですし、今ね履いてる手袋のサイズを書いてもらっても大丈夫です。で、こうやって書いてくれる人はかなり丁寧な方だと思うんですけど、絶対これしないといけないかっていうと全然そんなことはなくて、今回はねあの自分の手と同じぐらいの大きさだったので、大体の感覚っていうのは分かりますが、指の太さで言うとまあ同じぐらいかな、あとはまあ中学生の握力っていうのも考えて、やや固めっていうのを設定していくような感じになります。では、肩をつけていこうと思います。はい、ということで出来上がりました。まだね本当仕上げが少しだけ残ってるんですけど、思い通りにいったかなというふうに思います。で、今回多分 MS2 なんですけど、本人曰くやや固めで仕上げてほしいということを、言われてまして、やや固めというのは補給面はある程度硬さを残してで、まあ、ある程度自分でつけたいと、
いうことだと思います。でこの場合ですとこっち側広く取ってますんでこのままねこういう風につけてもらってもいいし本当自由にこっからつけていただけます。この辺の硬さが残ってる一番いい感じの硬さでお渡しすることになります。で来た時と比べたらねだいぶ全体的にほぐれてるので自分の好きなように形が作れると思います。でも今回の革ほんと良かったな。なんか F オレンジなんだけど多分赤ではないと思うんですけど F オレンジなんかな。いや赤でもちょっとおかしいんですけどね色が F オレンジにしてはすごい変わった色でまあ一応オイル加工ある程度してますけどね、まあ、もうちょっと仕上げしないといけないですけどで、ね、F オレンジにしてはすごく変わった色だったかなっていうふうに思います。はい、ということで今回は、オーダーグローブの持ち込み片付けでした。ありやした。よでる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 よかいでるけんでららんかよでる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 よかいでるけんでららんかロイレロイレ仲間にロイレ友達大事。